はい、今朝はマイナス3度ですかね、3.1 度ぐらいですかね。外気はマイナス 3.1 度でございます。夕べの最低気温は、夕べの最低気温はマイナス 4.5 度ぐらいですね。で現在ハウスの中はマイナス2度ぐらいということで、当然のようにチンゲン菜は凍結しておりますが、まあこうまだふにゃっとするんでね、まだそんなバリバリな感じではないですけども、まあ当然この状態だと収穫はできないんですが、まあ天気良さそうなんでね、ただいま朝の8時ですけども、そうですね、9時過ぎにはすぐシャキッとするかとは思いますが、そんな1時間もねロス時間をロスするわけにはいきませんので、パスライトのところはと言いますと、はい、ご覧のようにねしっかりパスライト効果出ております。全く凍結しておりませんね。やっぱりパスライト効果高いですね。はい、ということで皆さんおはようございます。今日もねしっかり冷え込んだ朝となりましたが、天気予報ではそんなにがっつり冷え込む感じではなかったんですけども、まあ割と冷え込んだ朝となりました。まあでもね、日中はまた天気が良くて気温上がりそうなので、ハウスの中での作業はもう暑いぐらいとなると思いますけども、今日は定食作業が待っております。はい、そんな中ね、今日も頑張ってまいりましょう。それでは今日も気合一発、ハッピーチンゲン菜。はい、ということでね、もうあの朝の寒さはどこへやらということで、もうハウスの中暑いですけども、今日もこの補助をね半分ほど定食していきたいと思いますが、昨日のコメント欄でね太郎 Z 丸さんの方からねちょっと質問のコメントいただいたんで、ちょっとそれにお答えしとこうかなと思います。太郎 Z 丸さんね、同じようにチンゲン菜を栽培されているということで、で今冬賞味というね品種をやっておりますけども、チップバーンがちょこちょこ見られますと。で原因は何でしょうかと、であとブテはチップバーンに強いですかという、あブテを今から巻きますとね初めて、でチップバーンに強いですかというご質問だったと思うんですけども、まずですねこの時期にチップバーンっていうのは僕はちょっと見たことないんですが、おそらくですねそれあの黒腐れ病じゃないかと思うんですよ。はい、でそのまあ黒腐れ病もですね黒くこう最終的にはこう黒く腐れてくるんですけど、葉っぱの先っぽの方から、で最初の方はねちょっと枯れたように、それがこうつながってると、まあ確かにチップバーンの症状に見えなくもないんですけども、おそらくねこの時期だったらあの黒腐れ病だと思います。黒腐れ病チンゲン菜かなんかでね、検索してもらったらどこか画像が出てくると思うんですけども、黒腐れになってこう枯れてきて、最終的にこう黒いこうほんと腐ったようにグズグズっとなるんですけども、こうどういったらいいんですかね、先端からいくとこう逆三角形のような形、まあ今短いもんやら長いもんやらいろいろあるんですけども、ざっくり見るとこう逆三角形のような形で腐れていく、のが分かるんで、なんかそういった形に見えたら、まあまあほぼ黒腐れですよね。でこれはそのまあ
土壌中にどうしても土にね、圃場の土の中にどうしてもその菌っていうのはいますので、あのまあ猫ブもそうですけども、でそれがいかにその増えるかどうかなんですけども、で増えてこのまあね、泥はねや冠水時のね泥はねや、まあ、苗に傷口があったりなんかしたら、そこから侵入菌が侵入したりね、そういったとこからなるわけですけども、やっぱりこう湿気が多いとなります。でうちもあの本当そのハウスの木は外側ですよね、外側この時期ちょこちょこ出たりしたりもします。まあそんな気になるほどじゃないですけどね。なので冬ね、どうしてもその温度が欲しいんでこう換気を怠りがちですけども、ちょっとでもねあったかい方がいいんで、こう寒い日は特にこう締め切ったままで過ごしがちですが、まあ換気もやっぱり必要ですし、そのねハウスの外の、うちなんか特にハウスの外の排水対策がもういい加減なんで、ハウスの際が常に湿っぽいんですけども、まあこれを近々改善しようという計画なんですが、まあそういったハウスの外の排水対策ですとか、そのまあその圃場のね水はけ具合なんかによって、なかなか湿気が多い場所だと出たりし、低温の時に出たりしますよね、あの黒腐れ病は。でこれはまあ僕の経験では本当ない、まあ、ボルドー Z ね同剤で抑えられたような気もしますけどもね。はい、他になんか、まあ他にもいろいろもちろんあの黒腐れ病ね、チンゲンサイで登録ある農薬もありますので、まあいろいろこう試して見られては、まあ何にしても初期ですよね、初期にしっかりこう殺菌といいますかしておくことと、そのまあ連作、うちなんかもそうですけどね、周年栽培でずっと同じとこで何回転もするんで、まあ、その本とかですね、そのネットの情報なんか見ると油中の連作は避けてくださいいうふうに書いてありますけども、その黒腐れ病とか猫ブに関してはですね、でもまあまあうちらがそうやってやっとるんで連作しないわけにはいかないんで、まあ連作したからといってそれでもう作物が全然ダメになるというような、そんなひどい広がり方はしないんで、猫ブなんか特にネビジンでバシッと効きますし、その黒腐れ病に関しましても、あのまあ初期の、ね、農薬散布でなんとか抑えられます。でどうしても湿気がまあね、なかなかすぐにその排水対策がね、ハウスの外の明鏡ですとかすぐに対策できないという場合は、まあ、ハウス内をこうちょっと高畝にして、チンゲン菜を定食してみるとか、まあいろいろ方法はあると思うんですけども、まあおそらく黒腐れ病だと思います。でそのブテはチップバーに強いんですかという質問ですが、まあまあ今回のはおそらく黒腐れ病だと思うんであれなんですけども、そのブテもね、まあ一応その春の中大にね一番強いですね今のところ、まあいろいろ試した中で今のところブテが一番強いんじゃないかなという感じでおりますが、でまあ今の時期のはちょっとブテを定食してるんですけども、6月の収穫分までブテで行ったことがありますが、やっぱり5月のその連休過ぎたぐらいからちょっと真夏日になるような時がありますよね。ああいう日が来るとやっぱりチップバーになります。でチップバーに強いのはやっぱり
昨年ね、令和平和さんから教えていただいた夏双子という品種がね、これが本当に強いですね。はい、チップバーンには強いです。まあその他葉折れしやすいですとかね、ちょっと葉っぱが暴れるというデメリットありますけども、チップバーンに関してはもう夏双子、これに勝るものはないでしょうね。でそのカルシウムね、畑のカルシウムをやっておりますということでしたが、まあもし、まあ今まあ、チップバーン対策として、まあ、カルシウムは当然必要なんですけども、カルシウムだけではねなかなか吸収されないというのがありまして、酵素がないとカルシウムもなかなか吸収されにくいということもあるようなので、その辺もねカルシウムだけ入れればという感じではないということもあるので、ね、まあ、詳しい土壌診断一回出されてみて、その辺の具合をね見てみられたらいかがかなと思います。まあこんな感じでね、参考になったかどうか、まあおそらく今回のは黒腐れだと思うんですけども、もし違っていたらねまたその時にコメントいただけたらなと思います。はい、そんな具合でね、ちょっと今から定食の方やっていきたいと思います。お疲れでした、お姉ちゃん。今日は全部植えたけおかげで、はあ、明日植えんでめえよ、これ。誰のおかげ？お姉ちゃんのおかげです。はい、ありがとうございました。はい、皆さんお疲れでした。お疲れ。あれ、たくみ背が高いけ、頭隠れ。あれ、何倍あるんかいの身長、たくみ。186で。1cm 持った。持ってないというね、でかい男が今日も、もうここのとこほぼ毎日来て手伝ってくれておりますが、助かるね、母ちゃん。まあ、やった明日、ハビはやっとシャワー、あ、シャワーの時間ができたね。明日これもう上でめえもんね。はい、ということで、まあね、若い夫婦も仕事が休みじゃけえって遊び行くとこもないもんの、今コロナでの遊びにも行かれんけ、まあうちは助かるけえんじゃけど、ということで今日も娘夫婦に助けてもらって定食終了いたしましたというところで、この辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲンサイ。夜ご飯何食べる？食べたい。チゲンサイ入れるなんじゃそれ。